それではここにポイポイって置いて、はい、ポイポイって、はい、間ちょっと開けて、まずは傾斜を見ます。はい、で、ちょっと後ろ下がってもらって、はい、さっき言った通り右の面と左の面を見てください。面カップより手前ね。カップより先いらないかな。先見ちゃう、やっぱ先見ない。まあ見りゃ見てるからね。傾斜で景色はシャツダウンするので、はい、はい、どっちが高い。こっち。リボン、リボン、右が高いですね。そしたら低い方に回ります。はい、こっち低い方に回る。回る。で次は高低差を見ます。高低差はどっちが上り方、左か、はい、はい、しゃがむ。はい、で、ここに、カップと自分のボールの間、離れたところに座ります。あ、間に。そう、間。あ、なるほど。そうそう、離れたところにね。 OK、 OK。 で、その時に、自分のボールとカップどっちが高いかっていうのを見ます。あ、どっちが高い。高い。ボールの方が高いです。ピンポーンってことは下りです。ピンポーンってことです。はい、で、パッと見で、あ、ボールの方が高いなと思ったら結構下ってます。はは。で、どっちかというとあの下りかなとか上りかなっていう場合はそんなに、なので、まあ、平らで見てもいいかなっていう感じですね。はい、ボール置いてそうだね置いてた方がいいねはい、で次、はい、反対。はい、自分のボールとカップを挟んだ対角線上に、はい、自分のボールとカップを挟んだ対角線上、もう意味が分かりませんもうちょっと近く、もうちょっと近く、近く、あ、やりすぎ、やりすぎ2メートルぐらい。あ、そうか、はい、そう、OK、 はい、で、その時に、もし、例えばの話に来たら、こっちにボールがあるとするんですけどね、やります。その時に、パーンってこっちから浮きます。カップに向かって、どっちにどれだけ曲がりそうですか。結構曲がります。結構曲がりますね。スライスに、はい、スライスするのね。そこ行くよね。はい、で、反対側から見るときっていうのはカップ周りを見てます。なのでカップ周りどっちにどれだけ曲がるかっていうのを見てます。垂らせないかってこと。垂らせないかっていうよりかは、まあ、ここに、あの、次は打つだろうなっていう予想をするんです。で、ここに落とせたら、残せたら最高だなっていう感じ。入れにはいかないです。入れにはいかないです、こっからは。で、何がやばいかって、こっちに残すのが一番やばい。ああ下りだから、ああ、あの、入る確率がやばい。なるほど。低い。あとはこっち、鱗ですっていうのがやばいね。ショートしてこことか、あ、っていうのがまずいです。じゃなくて、ちょっと浅めに見る、こういうところっていうのは。だから2カップぐらい、まあ曲がるから2カップぐらいはさすがに見るんだけど、でもちょっと浅めに見といて、で、こっちら辺に残してあげる。なるほど、なるほど。真っ直ぐこれだから。僕ちょっと見えました。見えた。だ未来を見てんのそっちだからね、悪いけど、うん、いや、打ってるよ、打ってるよ、打ってるよ、マジでマジで。これね、ちょっとね、見えた。で、素振りするじゃん、皆さん。はい、素振りするんだけど、素振りするときに必ずカップ見て素振りしたい。おう。じゃないと、カップ見ながらじゃないさ、ゴミ箱にさ、ゴミ入れますって言ったときにさ、手見ながらさ、こうやって投げる。確かに。じゃないでしょ。ゴミ箱見ながらさ、それと同じです。イメージを出します。どっちでもいいし、正面でもいいし、あの、横向きながらでもいいし、どっちでもいい。どんなぐらいのスピードで打ったらどれだけボールが速く転がっていくかなとか、どんな風に転がるかなってイメージを出して。もう行こうとしてる。俺はそれを超えるわ。はい、どういうこと。こっちに超えるの。それより寄せるね。あ、寄せるね。もうここだったらベストだよね、ここにつけたら。おお、いい感じ。おお、ナイス。先生の言う通りね、やっぱね、完璧だね。ハイボール入れてカンアンドピキいきます。で、上りの返しっていうのは長めにクラブを持ってあげてください。上りだから。で、いつもと同じように振ってあげてください。あ、これが入らないこれが入らない。どうもイエローです。マジでイエローっぽい、イエローっぽい。もうそこはね、パターマットで練習するしかないですね、うん、まあ、この距離はそうですね。そうだね、はい、この距離はね、入るか入らないかはね、練習量だよ、ほんと
にもうそれはね、そうとしか言えない。ショットとかはね、ある程度ごまかせるからいいんだけど、肩はね、さすがにごまかせないからね。今寄せた意味全くないですもんね。ないね。ね。お疲れ様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 。おお。ああ。ちょっと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 。これ先生でもこの読み方はあれですね。特殊ですよね。特殊ですよね。今そうですよ。傾斜がここすごかったの。すごかった。うん、だから、うん、こっち行けば入るかなと思ったんだよね。うんうん、すごい。見てたね。あれちょっとでも強かったら入ってないよ。絶対そうだよね。あーこれだ、ね、やっぱりこれだ、これ。なるほど、これだって。これなんだ。これです。これを狙いに行く方が難しいと思うけど、ね、本当だよ、ね、いやこれよ今の。じゃあ次、剥き方、はい、最終講座、最終講座、はい、やっていきましょう。はい、剥き方なんですけど、あのエイエローってさ、結構さこっち合わせるじゃん、このまっすぐの線。はいはいはい。なんだけど、うん、あのまあ、時間がかかるっていうのと、うん、まあ実際にそこを向いてる、あのフェースは向いてるんだよ、うん、ここのまっすぐの線に足でいいやって思って動くんだけど、そうそうそう、足がすげえ漁ってる方向向いてる。あの平行に立ててない、はあ、正確でしょ。なんであのとりあえずあの真っ白のところに。ヒントなし。ヒントなし。ヒントなし。逆にそっちの方がいいってことですね。あ、邪念がない。気にしなくていいから。なんか俺すげえ左向いてる気すんだけどみたいな感じで、なんかもうちょっと右じゃないのかなって右にパンって打ち出してるみたいなのがない。なるほどなるほど、はい、まあ。とりあえず練習なので、真っ白な面で、はい、やりましょう。はい。はい、それではまず抜きたいんですけど、真後ろから見ます。まずは。真後ろ。あ、ごめん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 。タップボールの真後ろ。ごめんね。そうそうそう。あの。タップから逆算します。逆算っていうのはこっから入れたいですね。はい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 、こっから、はい、てん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 みたいな、はい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 、のてん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 、この辺てんてんてん通るじゃん、はい、そこの、そこが打ち出しなわけ。はぁ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 。だからそっちの方にスパッツってマークを見つける、はぁはぁはぁ、この辺に、はぁはぁはぁ。だからこれね、あーなるほどなるほど、ここからこういうから入れたいですってなったら、ここからてん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 って言ったら、この辺に打ち出したいです。なるほど、そうっていう話ね。わかりました。それをちょっとイメージしながら、ここにまずスパッと抜けます。マークをこの辺に、マーク発表していいですか。発表していいです。ここ、これのちょっと左側ですか。お、いいね、いいね。なのでそれに対してまずを、あれどこだっけ、ちょっとね。あれそれ見続けながら向かないとダメだよ。そうですね。これどこだっけ、これか。そうそうそう、これなんで、そうだね、見続けながら向きを合わせる。で合わせるのが足です。コースね。あれ向いてます、向いてない、あ向いてる、向いてます。あとカップの左向いてるでしょ。カップの左じゃない、ええ。バグり始めたよ、バグり始めたよ。カップの左でしょ、向いてる方向、向く方向は違うの。カップの左、いや僕右です。どちらかというと僕の予想読みだと、うん、違う、ええ、フックだと思ってんの、え、そうでしょ。え、僕はちなみにこれスラス、まあ、フックじゃないかな、まあ、フックですよね。ってきます、ちょいフックじゃないか、ちょい曲がりません。僕のライン読みだと、うん、こういう意味、こういう意味。行ってみよう、行ってみよう。まあ抜くなら右カップ内側かなって感じですよね、うん、で僕が読んだのがこれのここまで、ここまでちょっと開けてください。ああ、それまっすぐだ。ゆえにまっすぐです。フックでもスラでもないまっすぐです。まっすぐです。これで抜けてます。そしたら左足を後ろに引いてください。左足を後ろに引く、そう、そうするとまっすぐになります。ここのこれが、うん、だからね、まっすぐになる。うん、じゃあちょっとこっち側向いてるんだ、うん、そう、極端に言うとこういう風にスタンス取ってるわけ、うん、ここまっすぐなんだけど、うん、だから足もしっかりまっすぐにしてあげないと、だん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 こうなっちゃう、こういう風に極端に言うとね、うん、なってきちゃうから、まっすぐ構えたらその分足もしっかりまっすぐにか、あの平行に立ってあげないとわけわかんなくなっちゃう、向きが、うん、なんかそこら辺のさじ加減はちょっとね、ナーナーでやってたかもしれないね。うん、どうぞ。
フックなんだ。だからフックだ。先生、僕はスライスに見えます。スライスではない。いや、さっきもう一回やればいいじゃん。だってこっちの方が高いんだもん。あ、教えてもらった動画。嘘です、先生、嘘です。何でもないです、ごめんなさい。フック、どっちが高い？どっちが高い？こっちだね、はい。ダメだわ、マジで。LINE を読む力がまずないです、先生。でも、これだったら分かる。これだったら分かる。じゃあ、それにすればいい。そうすればいいんだよ。そうすればいいんだよ。で、僕の前は目印してきました。この小さな笑い。嘘っすね。やめろ。これやばくないですか？ここだよ。あ、それは無理だ。ごめんなさい。違う。これ。これ？あ、じゃあ、はい。順番見て。合ってる？そんな曲がらんで、ね、そんな曲がらんで、ね、むずいな、まあ、それ何最悪ボーリッコぐらいだよ、ね、最高か。この藁と藁の間通す。あ、ここ。あ、そうね、うん、いいと思うよ、はい、ね、じゃあここからまっすぐ線引っ張って立って、はい、それダメやっちゃう。え、ダメ。え、待って、どこうやってさ合わせてさ、まっすぐ分かる。こういう なんでこれがダメかって言ってると、近くで見てるまっすぐとこうやって離れて見るまっすぐって違うのよ。なるほど。え、だって多分合わせてた時がよく分かってると思うよ。ここで合わせてるやつとさ、こうやって離れてさ、すげえ右向いてるみたいなさ、で、まあ、もう一回さ、こうやってさ、こんなやつさ、こうやってやるじゃん。これさ、3億ぐらいやるじゃん。あったそれと一緒、言ってることは。だからこうやってやるのが信憑性がないってこと。じゃあ、まず立つってことで、まず立つ。足を平行に取る。ここだっけ。そう、この藁と藁の間です。あ、ここね。こいつとこいつの間です。あ、こいつとこいつの間です。はい。これね、はい、そう。で、まっすぐ抜ける。でも、そこに打ったら多分ね、そんな曲がらないと思うよ。オッケー。行ってみます。行ってみよう。実践！曲がらんよ。うん、でっかいしね。まあ、そもそもだよ。しかもね、意外と右向いてる。うん。思ったより右向いてる。右向いてる。そうだから。今だからちょっと待ってね。うん、足がね。こうだ。こうじゃ。こうじゃ。向いて。え、惜しくない？惜しくない？惜しくないんだよね。惜しくね？で、なんで何がそのまっすぐ立てるか立てないかっていうのは、もうパターマットでやるしかない。パターマットでまっすぐなさ、線が引っ張ってあるパターマットいっぱいあるじゃない、はいはい、それを買ってまっすぐをとりあえず知る。あ、なんかこういう風に立って、あ、これがまっすぐなんだ、へーみたいな、こういう風に見た時にね、うん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 、っていうのをまず分からないと、ここでいくらやったって分かんない。癖付けをすると。そうだから、なんかこうやって立った時に、あれすげえ右向いてる気がするんだけど、これまっすぐなのみたいな感じにはならないってこと。あれですかね、体が曲がってるからこれまっすぐ立てない。あ、そういうのはあります。本当にある、うん、だからそういうのも自分の体は自分しか分かんないから、そう、じゃあ俺のまっすぐっていうのは自分が思ってるよりもちょっと左なんだなとか、カップが左なんだなとか右なんだなっていうのが分かった上で動くといい。なるほど。構えるといい。あ、なるほど、はい。一番ね、スコーン縮めるのはパターンですよ。うん、ね、アプローチパターンでしょ。そう、一打は一打だから、うん、OK、 最終ドリルでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。